吉本です。今日はオリジナルステッカー作りをしたいと思います。どうしたらいいですか。夏に日本に帰るんですけど、前回帰った時オリジナルチロルチョコを作って あった人にこうみんなにあげてたのね。えー、やだー。なんで嫌なの。何かに渡しましたね。そう、もし声かけてくれたらあげるっていう。やったね。そうなんだけど、今回夏なんでチロルチョコ持ってたらどうなるよ。そう、それはメルトダウンです。なので今回はシールにします。なるほど。もしじゃあそれはもう個人のみんな自由にしてもらって、みんな一人ずつ作ってもらって、あ、それぞれが作る。そう、まず好きに作ってもらって。何でもいいよ。絵描いていい。絵も描いてもいい。絵描いてもいいし、何でもいいんだけど。キャラクター化してもいいの。俺って、え、そんなに絵上手だった。だって最後ママの誕生日で結構うまい絵描いてる。やめてくれる。あのひどい絵。ママドラドラ。いや、先生だよ。一応素材はこっちで用意してあります。その素材を組み合わせてもらってもいいし、自分で絵を描いて足したりしてもらっても構わないし、1人1枚作ってもらって、それを100枚ずつ作るんで、もしカホセイチャンネルを日本で見かけた方は声をかけてくれればシールあげます。いらね。そんなに声かけてくるの。みんな、デスクトップにカホセイステッカーっていうフォルダーがあるの分かります？はい。そちらを開いてもらうとですね、いろんな素材を用意しました。素材って書いてあるやつは、うわー、有料で買ってあるいろんな PNG ファイルですね。写真、フォトっていうのを見てもらったら、こんな感じで、カホちゃんのいろんなバージョン、ママのバージョン、パパのバージョン、セイのバージョンと全部入ってますね。オーマイガー。え、自分が可愛かった？いつの間に。そしてフォントっていうところに行くと、そんなに、昔のサインもあるし、新しくちょっと文字を作ってきたんで、こういうの使ってもらってもいいし、わ、自分で一人一個ずつ PNG ファイル作ってください。例えばママが今パッと作ってみせますよ。こうでしょ。使いたいやつをちょっと全部一回、フォトフィルターってちょっとママがちょっとよく使ってる古いあれなんだけど、この選んだファイルを読み込むじゃん。開いた。お？え？え？新規のシートを作ってそれに入れていきます。ただコピペしていけばいい。すごい、かわいいセイちゃん。おかしいじゃん。何がおかしいの。これであと配置を、でかい。 あとは配置を決めていくだけですね。例えばこれとかを大きくしたかったら、ビビビッとでかくして。パパは邪魔だから後ろにしたいじゃん。そしたらこのままこう、こういう風にすれば後ろに。あー、マイナス。ほう、あれもうなんか一個できてんじゃん。そうそう、こんな感じで。やりたいやりたい。これママのやつ。俺このアイデア持ってたわ。やっぱこのアイデア持ってたわ。おう、私アイデア持ってるから。アイデアあるらしい。なんでなんでどうでみんなに見られるんだから。なんでいいじゃん。これはテーマは怒り。なんで怒りなの。そんなシールもらって嬉しいの。なぜか怒りっていう。この写真がいいと思う。これにしようよ、これ。この写真にしようよ。なんだよこれよ。てかみんななんか黙ってどっか行っちゃった。みんなデザインしてる。デザイン。母ちゃんはダメじゃないよ。にしなさい。ちょこっと絵を描くの。そうだよ。全部絵にするの。全部じゃない。いや、あ、パパこれかわいいじゃん。ラブラブ&ピース。いやーねー、パパにその言葉。いいねちょっとママも仕上げます。こいつ、はい、Later. ママできました。こんな感じです。かわいい。いやー、そのアイディアあった。おー、いいでしょ。パパパパがね。
これ意味わかんない、怒ってる全員を連れてきてる謎だよね。ちょっと待って、難しいカワはどうなってんの。ダメミスター完成を見せたい。見たー違う本当にチラッとせーのいけ、うん、時間かかる、うん、かわちゃんこれ超時間かかるやつかもしれないパパ。せーわー、え漫画読んでるじゃん、一緒か、じゃむずい、大丈夫一緒にマミせーわー、どんな風にしたいかアイディアがあるの。アルハベ、あそん中にみんなを入れたいの。いや、さっきだけど、インサイドですか、せ。ああ、いいじゃん。いや、それやろうや。え、なにそれ。へぇー、出たかもしれない。なにこれ。え、ダッサ。カホセイラブ&ピース。で、感想どうぞ、こちら。10/10。10/10。0。はぁー。ちょっと、で、ママのはどうすか、ママの。10/10。イエス10いただき、やめようかな、ちょっと酷評されたからさ、うん、ちょっとダサいと思うわねえ、せい、うん、せいはまずラフ画をここに置こうとしてますね。いいじゃん、いいじゃん、それが丸、ね、じゃ丸、なにこれ、カワセイの顔見えないじゃん。いや、いいデザインでしょ。Later. せいちゃんできたみたいなんですけど、あの、カホセイだけで写真とか入れないんだって。いやー、それは絶対入れた方がいいじゃん、それ。パパ、なんか怒りどういったの。全然怒りでも何でもなくなってるじゃん。ガホちゃん、もう本当に全然見せてくれない。あ、入れるの、写真を入れるって、せいが。はい、パパとせいができたみたいですよ。せいちゃんのやつはどーすら、割とね、シンプルに決めましたね。なるほど、うん、いいんじゃない。まあ、いいんじゃない。10/10。 10/10。 10点満点ってこと。いや、それパパのは、いや、これ結構いい、自信ありますよ。0。結構いい。0。ファンキーでしょ、パンキー。いやいやいや、これ結構定番、定番ポップでファンキーなのをイメージして作りましたよ。マルシです。結構いいでしょ。意外とセンスあるわ。はい、ちょうだい。ちょてか、顔パンツが、ミッシーてよ、いつできんの、今日中。じゃあこれちょっと PNG ファイルにして、実際にシール屋さんに印刷かけます。いいな、一回自信ありますよ、満足。多分一番最初にどんどん減っていく感じか、これがもう欲しくてね。3 days later。 母さん、おはようございます。あのステッカー作りから3日かけて絵を作ったんですよね。これがせいちゃん、そしてかほちゃん、この絵を使ってシール作ると。じゃあ作ってください。はい、はい、頑張ってくださいね。作ってますね、いい感じじゃないかほ。かほちゃんできました。こんな感じになりましたよ。はい、オッケー、これで4人分完成。じゃあシール屋さんに注文かけます。あお、この間作ったシール来たよ。俺が日本に行った時に我々がくださいって言ったら、みんながいいシール。よし。おお、すごい。え、これシールだよね。え？かわいい。え、結構すごい。いいパッケージ。ジュークボックス。ジュークボックスっていう会社の名前ですね。おお、ちょっとドキドキする。じゃーんと開けるよ。行くぞ。ゴー。うわー、なるほど。分かれてる。どれから行く？一番手前。100個やめたんだ。一つ50枚ずつでした。50枚、はい、分かりました。シュシュの。本当にシールになってる。いや。うわー。
じゃん、いいじゃん。ホログラムにしてみました。ホログラムだ、すごい、ちょっとおしゃれに好き、これなかなかいい出来。次、はい、誰だ。これ多分私のだ。かわいい。おお、すごい。なにこれ、かわいい。かわいいね。カホがこれ絵描いたの。めっちゃいい。やるやん。次、キャラクターにしたわけね。ママだ。ママに。お、いやー、なるほど、いいじゃん。あ、わ、いい出来だね。結構素敵なシールだね。あ、入れたい。意外と出来が良さそうなパパの。これ最高傑作来るじゃん。やった。せーの、じゃらーん、はい、いや、これはいいでしょう。このクールでポップな、ちょっとダサい。なんかやっぱパパのなんかゲジゲジしてるわ。こうまとまりがあるじゃん。なんかこうゲジゲジしててまとまりが。じゃあそれがいいんだよ。自分以外の指さそうか。どれが欲しいか、自分だよ。せーの。これかな。え？これじゃなかった？これシンプルで他のはホログラムじゃないからなんかいいなみたいな。ちょっと待って。ちょっと特別。パパの誰も選ばれたの。ジータ。もしカホ星に夏日本で出会ったらどのシールくださいって言ってください。いや絶対私のが一番。いやいやいや。この前帰った時に声かけられたことあって、あの伊藤洋華堂でも声かけられたよ。伊藤洋華堂って結構声かけられるんだよね。伊藤洋華堂っていうかあの、うん、あとスーパーでね。パパ一人の時はシール持ってないかもしれないよね。持ってないかもね。でパパ一回ひまわりさんのお父さんと一緒に行った時に声かけられたけど、うん、パパは気づかなかった。うん、多分。もし顔出し OK の人は顔出し OK 教えてください。あの渡してるところを動画にしたいなと思ってるんで。え？恥ずかしい。え、自分いつも出てる。どの辺にいそう？東京は行きますね。東京は行きますね。渋谷に行こう。渋谷に行くの？原宿じゃなくて。知らないのに言わない。じゃあ渋谷に行って呪術廻戦の渋谷事変を。あと絶対行きたいところどこあります？ミニバイタルスタジオ。ミニもしかしたらいるかもしれない。なるほど。進撃のところにずっといるかも。パパはたこ焼き食べたい。大阪行くってこと？いや行きたいですね。大阪のたこ焼きは日本のソウルフード。ソウルフード。魂の食べ物。そう。みんなにある。